こちらテラコントロールアルファ V1 確認しました。状況報告願います。こちらテラコントロールアルファ V1 確認しました。状況報告願います。 TJ より脱出成功。これより起動する。了解。ラーゼフォンは？お姉ちゃん？ラーゼフォンは我々より先に脱出したはずです。ラーゼフォンは脱出後北上、磁気嵐の影響でロスト。以後は。アヤト。お姉ちゃん、何があったの？どこにいるの、アヤト？あ、タミナ君ダメだよ。私の手帳見ちゃ。ってことは日記だな。ブー、ただのスケジュール手帳です。でもダメ。はいはい、別に覗いたりしないよ。そうしてね。あのね、カミナ君、パーカーありがとう。ん？初めてだもん、カミナ君のプレゼント。それ、二人の時計を売ったお金で買ったんだから、自分で買ったのと変わらないだろ。ううん、全然。なあ朝比奈、本当に良かったのか？何が？守にも黙って出てきたろ。いいの。それよりさ、なんだか神田君すごかったね。鹿児島行きの切符払い戻して青森行きのバスに乗るなんて。それってつまり逃亡慣れしてるとか？してない。してたら嫌だよな。でも神奈君は誰かに必要とされているのね。え、朝比奈何か言った？ううん、何でもない。私には誰もいない。怖い。ここも東京と変わらずに怖い。でも今だけは神奈君がいてくれる。おかえりなさい。お勤めご苦労様です。変な挨拶。神奈君だけ働かせて本当に悪いと思っているのよ。いいよ、朝比奈はこっちの世界に慣れてないし、一応女の子だしね。一応って何？一応って。だって女の子だろ。だからなんで一応なのよ。まんべんなく全て完璧に女の子だもん。そりゃそうだ。もう。なあ朝比奈、ずっとホテルの部屋にいて退屈しない？しないよ。神奈君の帰りを待ってるのって結構楽しいもん。ならいいけど。外出るの怖いの。私ね、覚えてることをこれにメモしておこうかなって思って。覚えてること？神奈君は大
対戦前の記憶って覚えてるつもりのものは記憶操作で植え付けられた記憶だって言われた。私もいたはずの両親のこともおぼろ。へえ、どんな？失恋した記憶。中学生の時好きだった男の子にはもう付き合ってる人がいて、告白もできなかったっていう記憶。それは確かに記憶操作とは違いそうだね。あんまりいい思い出じゃないところが説得力あるでしょ。そうだね。これだけは信じられる。忘れないようにしようって。それは忘れてもいいんじゃない？忘れたくないの。そうか。それとこうして神田君と暮らしてる一つ一つが忘れたくないの。だから朝比奈、神田君、私本当は神田君に嫌われたくない。嫌わないよ。朝比奈、あのさ、俺の母さん本当の母さんじゃなかったんだ。結構冷たいとこもあるけど、いいとこもたくさんあって、信じてたから考えちゃうよね。僕は誰から生まれてきたのかとか、僕の居場所はどこかとか、なんで生まれてきたのかなって。私もう神田君しかいない。信じられるのも神田君だけ。自分を疑わないでいいの。神田君はいいの。朝比奈、これは D1 アリアだ。ドーレム、なぜこんなところにドーレムが出現するんだ？ドーレムって俺たちの敵だよ。敵？そうか、君を。自分には何も残ってないって思ってた。帰る場所も行く場所も守るものも何も俺には残ってないって。でも違った。俺は朝比奈を守らなきゃ。神田君、朝比奈を守りたい。だから戦ってくる。あいつを倒してくるよ。神田君、私言わなきゃいけないことがあって。大丈夫、必ず帰ってくるから。ここで待っていてくれ。一緒に来てくれてありがとう、朝比奈。俺負けない。帰ってきて君の話を聞くよ。
らめく剣、あだなす者を切り分かつ。
え、何？あやとくん大好きだよ。さよなら。嘘だ。なんでこんな。朝日が。せてもやれんとは、短期は損をすると言いますよ。負け惜しみかしら。ご苦労様、二神さん。バーベム教のためにカミナ君を見つけたわけじゃないんですがね。とカミナをこちらに引き渡してくださるわね。やれやれ。アヤト君、いいかな。ヤグモさん、司令官が呼んでるんだ。司令センターに来てくれるかな。はい。すまないけど、司令センターからは出ら…
元はどこかの遺跡から発掘されたものらしいよ。とりあえず話を聞いた方がいいと思うよ。ご機嫌斜めなのも当然かな。アヤト君、ハルカさんを。ハルカさんもハルカさんよ。何も言いたくないわ。白蛇のやつ、いい気になっちゃって。今までただの置物だとばかり思ってたわ。あの転送って、アヤト君は何ともないの？とりあえず、話を聞いてきたら？ヤグモ君が連れてきてくれたのね。嫌われちゃったかな。あの転送ってアヤト君は何ともないの？モニターの使用は指令の許可が必要なんだ。司令部のモニターだ。そろばんだ。おやおや、やっと出頭したか、神名綾人君。意識観察官。観察官ではない。今の私はテラの司令官だ。え、クヌギさんは？クヌギ司令はその管理能力を問われて解任された。現在は自宅で謹慎されている。どうだね、怖いかね？怖いですね。これで僕のことも
監禁なり処刑なり好きにできるわけだ。そうだな。私の命令に従う気がないならそうなるな。僕があなたの命令に？ラーゼフォンを動かすこと以外君に利用価値はない。私の命令通りにラーゼフォンを動かせばいいんだ。それが嫌なら全司令同様君もしばらく謹慎でもして頭を冷やしたまえ。私に生かされていることをくれぐれも忘れないようにな。三島、何も映っ…謹慎で済んでよかったよ、アヤト君。アディアット注意も謹慎中だし、今 D1 に来られたら嫌だよね。大変だな、ハルカさん。新司令の機嫌が変わらないうちに。誰だろう、あの子。アヤト君にはラーゼフォンがついてるから大丈夫だと思ってたけど、無事でよかった。あの子をどこかで見たような気がする。ハルカさんですか？いいえ、きっと気のせいよね。でもあんな子が来るなんて知らなかったわ。これを使わなくなる日が来てほしいわ。ヤグモッチ大変よね。ハルカさんほどじゃないでしょうね。司令、何かご指示は？焦らなくてもいい。指示があればこちらからする。あなたとどこかで会ったかな？いいえ。私の趣味じゃないな。
君がムーリアンであってもなくても私はもともと君が嫌いだ。だが私はフェアな人間だ。利用すべき価値があるならば壊さずに使う主義だよ。全司令のようにフランクにはいかないよ、少佐。はい、分かっています、司令官殿。首都はるか大尉は今私直属の情報解析士官でね。彼女は新しく来たテラの幹部候補生だ。名前は遥かです。そう、遥か少尉だ。三島だよね。はじめまして。え？違う？あなたは絵を描くそうですね。今度ぜひ見たいです。ジュピターか。東京。謹慎で済んだんだって。そうですね。パイロットの生死は問わない。なん、俺は気にしてないから。僕がムーリアンでも。一杯飲むかい？おごるよ。俺は謹慎ってのは食らったことがないからな。アヤト君にはいい骨休めじゃない？しばらくは家でおとなしくしていた方がいい。山ほど音楽ディスクを貸してやるよ。
これから大変になりそうだけど、仕事は同じだから。キムは知らないの？僕が。何？ムーリアンだって。知ってるけど、もう関係ないよ。だって綾人くんだもの。何か飲んでさっぱりしましょう。白蛇に司令官が務まるのかしら。威張るだけなら誰にだってできるからな。オペレーションにも影響が出そうね。いつものように。白蛇が司令官じゃ、この先やりにくいよな。そうですね。でも謹慎処分で済んでよかったな。ラーゼフォンに乗れるのは。ま、元気出せよな。まったく、いや、クヌギ司令じゃないと。何か飲むか。白蛇のやつ、元から偉そうだったよ。ダメだよ、ハヤト君。勝手にどこかに行こうとしちゃ。植物主義にも悪くない部分もある。それは感情や思いを隠さずに表現できるところだ。この先は行く必要ないな。この先は行く必要ないな。
まっすぐ家に帰った方が良さそうだ。守るか？本当に？やっぱりここにいる神なアヤトってお前のことだったんだな。守る。どうやってここに？誰かに見られたらヤバいんだ。中入れてくれないか？ごめん、入って。おかえり。あやと、おかえり。2階だから上がっててくれ。わかった。誰？友達。おじさんは？出かけてるよ。あのさ、内緒にしてくれる？あいつのこと。あ、友達って東京ジュピターの？うん。でもおじさんには隠せないよ。檻を見て俺から話すから、当分は二人だけの秘密にしといてよ。二人だけの秘密？わかった。後でお菓子持ってくね。サンキュ。東京ジュピターからよく出られたな。テラとかいうのに連れ出されたんだ。施設に連れて行かれそうになったけど、お前の噂聞いて逃げてきたんだ。へえ、あの後そんなことが。アヤト、入るよ。はい、これ。サンキュー。
さ、私気にしてないから。ムーリアンでもありがとう、めぐみちゃん。俺も、紹介遅れまして。私、紫藤めぐみ。あの、よかったら東京でのこと聞か、私、晩ご飯の用意するから。少しヒロコに似てるな。朝日奈に？そっかな。いい眺めだな、ここ。ヒロコにも見せてやりたいよ。ほんと青いよな、空と海って。どうしてこんなに青いんだろう。これは警報か？ D1 警報。守る？おい、助けてくれよ。俺このまま死ぬのは嫌だよ。痛くない。助けてくれよ、アヤト。守る、助けてくれ、助けて、アヤト。アヤト、大丈夫だ、すぐ戻る。お前は必ず守る。今度こそ必ず。アヤト、どこに行くの？ラーゼフォンに乗る。でも、アヤト謹慎中。もう誰も失いたくないんだ。僕が守る。みんなを守るを。Thank you.